ンバーのイクムさんです。初じゃないです、初のサポート。いや、なんか新鮮ですね。この新鮮でもなんかまたまた違う緊張感がある、ね、小道具とかね。小道具のシミュレーションをしてます。落ち着いてガッシャーンとか言ってるし、違くない、やばいやばい。その間にこうやってるのも面白いけど、ね、ちょっと見てよってステージが見れたって今のところリハで3人でいつも並べられる、違うともうちょっと後ろの違う、もうちょっとこうそんな時間ないからって言うちゃう本当にアンジェラさん、どれかな、どれかな、どれかな、定まってないキャラが本番前までに定まったかと思ったおしゃれ、いや、パンクな感じで、パンクな感じで会場と見てる人たちをファンキーにするぞ瞑想してますね。なんすか、キャラクター瞑想してませんか。もう全然もうダメ全然定まってない、はい、SP ダンサー薄井奈緒です。奈緒ちゃんはよろしくお願いします。でダンスが上手くて歌も歌えて太鼓も叩ける、わー、ドドンで、ただの酒好きですそうだ、いただきます。ありがとうございます。お疲れ様でーす、ドルでーす。ドルさん、はい、どうですか。そうですね、やっぱり僕が好きなタイプのショーをみんな見せてくれるので、こうちょっとジェラシーもありますよね、やっぱ自分がそこにいないっていう、ね、いつも見終わった後、悔しいって言ってるものが印象的です。こんなすごいショーをね、自分の仲間がやってるって思ったら、うん、なんかこう、うーってなりますよね。自分が出るときは、ね、本気で頑張りたいと思います。いや、はい、本当に楽しみですよ。今は SNS の方、たくさんやってくださってるドルさんです。TikTok ね、結構メインで頑張ってるんですが、めっちゃ面白いです。 TikTok で全部考えてるんですか。僕がメインで考えてることが多いですかね。バズってます。1個だけね、ちょっとバズったやつもあるんですけど、もっと今後ね、継続的にバズれるようにまた頑張ります。どうでしたか。いやー、でもすっごい楽しかったです、本当にキラキラでした輝いてた楽しいなんか作品だったから、すごい楽しんで踊れて、でも私でもバトルとかも普段出たことなくて、なんかなんだろう、逆にどっちかって言ったら舞台ってみんなでこう作っていく、一つのものを作っていって、割とみんなで力を合わせてみたいなことが多いから、なんか結構その今回の
この D リーグとかもどういう感じかが分かんなくて、なんか結構みんなピリピリしてんのかなみたいなって思ったら、あいつなんかみんな他のチームもおはようございますみたいな、よろしくお願いしますみたいな、結構コミュニケーションをすごく大事にして取っていて、あ、そういうところすごいいいなって思ってきました。いやー、もうみんなすっごい魅力的で、なんか本当にみんなそれぞれ違う、それはなんかりょうさんが多分このみんなを集めるときにそれを大事にしたのかなっていう感じもすごくするし、10人なんか10色全然違う色のジャンルの人たちがいて、なんだろう、りょうさんのいろんなこうインスピレーションをそのまま形にしてるみたいな感じなことを、多分みんな知らなかったことを知るとかっていうことをすごいしてきたんじゃないかなって思うんですけど、なんかやっぱり一つの方向をに向いて進んでいる感じがすごく新しいなって思ったし、すごく未来があるなって思ったし、ここでアルトリがそれをやることがすごく意味があるなって私は思いました。みんな、今回は本当にありがとうございました。私と一緒に踊ってくれて本当に嬉しいですみんなとってもすごく素敵なあのアーティストだしダンサーだと思うので、なので、自信を持って最後まで、はい、進んでいってください。4ラウンド目はもともとミラーっていうタイトルで、まあ、世界は自分の心を映す鏡のよう、まあ、相手が笑ったら自分も笑顔になったりとかっていう、そういうなんか幸せの連鎖みたいなものを作りたいなってもともとミラーは思ってました。でその中で、1ラウンド目オプション、まあ、選択っていうこと、みんないろんなことを選択して、ダンスを選択して仲間を選択してチームを選択してここに集まった。で2ラウンド目はスプレンダー、人生の輝ける瞬間は一瞬一瞬だけど、その一瞬はずっとは続かないかったりする。でまた次のきらめきみたいなのが来て、でもその一瞬一瞬を見逃さないこと、なんかそういうのに気づけたらいいなと、あの自分自身にも見ている方にもそういうメッセージを込めて作りました。でラウンド3はいろんな、まあ、社会の問題だったりとか、自分たちが子供の頃とかいろいろ大人になってからもあの体験した社会の、あの厳しい現実みたいのを表現したのがラウンド3サイレンスで、やっぱりあの通じて言えることは、何を言いたいのか分からなかった、分かりづらかった、伝わりづらかったっていうのが多くの意見だったので、このミラーは元々のコンセプトはブラしていないんですけど、やっぱりいかにファンの方に向けて分かりやすく、あと見てる人が笑顔になるっていうのが本当に一番の目的で、やっぱり今までのは社会課題に対する問いかけとかだったんですけど、今回はクリスマスで見てた人たちがちょっと見終わった後に口角が少し上がるとか、そういうことをみんなでやろうって言って、スタイリストのベベさんとか、ヘアメイクのブロックチームさんが協力してくれて、まあ、みんなで作った作品で、まあ、そういうところは伝わったかなと思っています。直近の第5ラウンドは、バキバキのストリートです。今までのアルゴリズムの中でもう混じりっ気のないストリートダンス、もうコンテンポラリーとかジャズとか全然入ってないです。そういう要素はストリートダンス、楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。